皆さんシャローム、お元気ですか？今日も聖書の人物を通して神様の恵みを分かち合っていきましょう。今日紹介するのはゲラの子シムイです。彼は第2サムエル記16章に出てきます。これはダビデが息子アブシャロムから逃げている時の場面です。その時にダビデたちの前にシムイが現れます。そしてシムイはダビデに向かって石を投げながら呪いの言葉を言うのです。その結果ダビデたちはどうなったでしょうか？聖書は語ります。ダビデたちは疲れてしまった。呪いの言葉、悪い言葉を受けるなら疲れるのです。そしてそれだけではありません。その後のダビデとシムイの関係を見ると、この時の呪いの言葉によってダビデの心が傷ついていたということがわかります。ダビデの部下たちはこの後シムイを二度も殺そうとします。しかしダビデは二度も部下たちを制して、最後は大勢の前でシムイに、あなたを殺さない、そのように誓うのです。もしこの話がここで終わっていれば、ダビデが敵を許したという素晴らしい話になります。しかし実際はどうなったのでしょうか？続く第一列王記2章で、ダビデからソロモンへと世代交代するとき、ダビデは息子ソロモンに言います。私はシムイを許したが、今彼を罪のないものとしてはいけない。あなたは知恵を用いてシムイの頭を血に染めて彼を黄泉に下す方法を知っているはずだ。やっぱりダビデの心の中にシムイの呪いの言葉が残っていたんです。そして結局ダビデは息子のソロモンを通してシムイに復讐するのです。シムイの呪いの言葉によってダビデの心は傷ついていたということです。皆さん、呪いの言葉、悪い言葉は人を殺す毒です。聖書のヤコブ書でもそれは死の毒に満ちているということが書かれています。実際に悪い言葉をたくさん受けて育った子供は人格に悪い影響をもたらします。私たちも今まで経験したでしょう。悪い言葉によって傷を受けたこと、悩んだこと、そして社会では他人からの誹謗中傷によって自殺した人だっています。厄介なことに悪い言葉を言ってしまうと、それを元に戻すことはできません。そしてそれが相手の耳に入ってしまったなら、相手はもう毒を受けて苦しむしかないのです。ですから私たちは言葉に気をつけましょう。まず私たちが人を呪う言葉や人を傷つける悪い言葉を言わないようにしましょう。私たちはシムイになってはいけません。イエス様は恐ろしいことを言われました。人は裁きの日にそのような無駄な言葉について言い開きしなければいけない。ではどのようにして私たちはこの唇を制することができるんでしょうか？それは私たちの心を良いもので満たすことです。イエス様はこのように言われました。心に満ちていることを口が話すんだ。また口から出るものは心から出てくる。皆さん、言葉と心は密接につながっているんです。ですから私たちの心を良いもので満たしましょう。神様は私たちの心、この魂が恵まれるために何を与えてくださったんでしょうか？イエス様の福音です。主が与えてくださったこの福音を受けて、心を良くし良い言葉を放つ私たち一人一人でありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。